フラッグ、はい、4枚だよ。ドラゴン、2枚戻して。で、プラス200です。強い。じゃあ、どうぞ。俺も悪くないんだよね。悪くないはず。強い。チャージャーのドラゴンね。はい。チャージャー&ドロー。なんか、分厚いと思ったら、この中3枚入ってるんです。試練をコールして効果使います。忍法と啓示。一ゲージとどっちかいいかな。この忍法を捨てて、ツードロします。迷宮室はいると思うんですけどね。まあまあまあ、コール。いろんな都合があってね。どうぞ。はい。じゃあアタック1点。受けます。でゲージを増やす。でファイナルフェーズ。あ、一ゲージ増やしてファイナルフェーズで。え？忍法爆裂マシンガンの術。2ゲージ払ってサイズ1以下を1枚選んで、はい、それを3枚までデッキから手札に加えるというカードです。だからどっちがいいかな。これは試練を選びますね。じゃあ萩分身的なもんですか。分身の術なので全部手札に入ってくるんですよね。試練が、うん、3枚までだから3枚あればここになければ3枚とも。あ、全部あった。じゃあ萩分身ファイナルフェーズが全部手札に入るよという。強い。強い気がするよね。エンドです。ドロー。チャージアンドドロー。ただ意外とね、モンスターばっか手札に来てるね。天竜開脚。天竜開脚。開脚です。ドー。やべえ、開脚した。めっちゃ足広げてきた。はい。はい。玉座。玉座。玉座を張る。ちなみにこれ破壊とかね、されませんよ。うん、なんか武器も破壊されないって書いてあったんだよ、ね、間違ってた。これがあると武器も破壊されなくなる。そうなんです。で、設置します。怖っ。それで。え、もう早いよ。早いすぎるよ。ちょっと待って。はめろ。アタックフェーズ。アタックフェーズ。1ライフ払ってヘビー狙い。エンドです。強くないっすか。強いよ。相当強いよ。あー、今1個。チャージ&ドロー。今1個。やばいな。これは非常にやばい流れだな。ははは。こう。そう。これでちょうど1万1000だな。いや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 。いや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 。剣装備されちゃうってことだよね、つまり。はい。そうです。まあいいや、やるしかない。1万1000アタック。ゲッシュ。ダズ、ダズ、ダズ、ダズ。いや、それは出ますよ。負けるかな。ファイナルフェーズ。使うんですか？何もないです。あ、そうですか。2ゲージ余ってるけど。はい。変動。うん。ドロー。チャージアンドドロー。この剣が厄介なんだよね。ゲージ1。まだ7もあんのか。で、それハルバード、ライトリン、アイアンフェサー。やつそれで、時代が痛め、移動へます。はい。ちょっと考えます、考えます。ちょっと待って。マザルフェイズ入ります。死ぬ。こいつ2000。あ、どどんちゃな。一気に8までいきますよ。まずヘビニラミで。モンスターですよ。どうそうなんで、これは寝かせられないんですよ。はい、それが辛いんですよね。まあ、こいつ寝かします。じゃあ、2000パンチ。あ、うん、2000で。はい。じゃあ、6点。受ける。6点生きてる。エンドです。生きててよかった。ドロー。と、なんかありますよね、なんか。チャージ&ドロー。じゃあ、コール。あ、バディコールだ。俺のバディ。カトン忍者、黒煙をコール。こいつはね、手札の忍者を捨てると、防御力が3000ずつ上がっていく。防御力ですけどね、うん、防御だから1万2000でしょ。3枚捨てれば防げる。そういう状況ですね。お、はい。じゃあアタックフェーズ移動あるよ。悪いですよ。あー、どうしようかな。これ3000でこいつアタックで、7000でこいつアタック。終わり。スタンドドロー。あ、そうだ、終わりじゃないや。え、ファイナルフェーズで、ごめん、
爆裂マシンガンで、こいつですか？今度こいつ選ぶ。サイズ1以下、うん、でね、次の新しいのにまた1以下の強いやつが入ってくるんだよね。すごいデッキが減った。これで忍者が3枚手札なんで、これで何でしたっけ、デッキアウトとかありえんじゃね。ありえるね。ドロー、ガーディアンのドロー、ライフにまた開脚する、開脚です。めっちゃ足を広げました、はい、普通のゲージ1。お、ゲージ使い切ったね。ハルバート、ハルバート、それで設置で陣内フォーメーション。陣内張った時に1枚捨てるね。こいつが3000上がりました。はい、そしてライトにアイアフェイス。うわー、つらい。ありますか、アタックフェーズ。はい、じゃあもう1枚捨てて防御力1万1000にしました。1万1000、いい？じゃあ、自分で対抗でもう一回使って、1万4000になりました。これ、単中ですか？そう、単中ずっとなの。N です。でも3枚手札削ってるのね。全部捨てちゃいましたね。そうだよ、ドロー。そのために使ったんですか？一体強いのかどうかっていう話。そのために使ったんですか？そう、そのためにマシンガン使った。そういうデッキなの。ドロー。無駄ですね。無駄とか言うの。無駄ですね。アタックフェーズ入ります。あー、つらい。あー、陣内フォーメーションか。はい、つらいよ。でもダメージ通さないとしょうがない気がするもんね。5000じゃ届かない。6000ですよ。連携じゃないとばっかりできます。じゃあ7000、ピショ、3000、ピショ、終わり。また遅延行為を繰り返してチャージ&ドロー、うん、ゲージ1、はい、レフトリーハルバート。じゃあコールした時に1枚切っとくね、はい、こいつ8000にします。ライトリーザハーフですよ。ハーフ、ライフは払わないですか？払いませんよ、もう揃っているから。もう十分か。とりあえず3枚上がってるよ、8000だよ。アタックフェーズ、はい、じゃあもう1枚切って、はい、1万1000にしたよ。1万1000、うん、じゃあ連携で1万、今、5000と1万ちょうどだね。もう1枚切って1万4000にしたよ。エンドです。よし、耐えた。ドロー、もう持たない。しかしチャージアンドドロー。お、巻物設置。あ、これとグアルナフに書いてあるこのなんか説明っぽいなんかセリフのこれ怖い。僕は未来に信じたから今は滅ぼす。カビロの術を入れる。ソウルガードを入れました。アタックフェーズあります。あー、7000。あ、1点効かないのか。そう、連携じゃないと取らないんだ。終わりだ、はい、スタンドドロー。そろそろ終わった。チャージアンドドロー。センターにブーメランドロー必要で使いますか？アタックフェーズ、はい、使わないんだね。じゃあこっちこっち、はい、はい、じゃあ、破壊、はい、ソウルガードで、ソウルガードもやる。あ、ソウルガードもなくなるんだ。そうだ、そうだった。2点、ちょっと待って、ちょっと待って。ソウルガードなくなるの嫌だから、そこは打ち攻めするね、はい、じゃあ、5000パンチエンドです。忘れてたんですか、ソウルガードまでむちゃくちゃボッコボコにする。しかも俺、動揺して巻物に入れるカード間違ってる。イエーイ。じゃあ、チャージなし入れて、ドロー。巻物から巻物発動。巻物効果もう一回使う。1枚入れて、アンドロー。もう入れられませんよ。もうダメだ。もうダメだ。アタックフェーズ移動ないね。はい。ここはライフ決めに行かないと終わらないんじゃない？ 3 点。キャッソレ。持ってますよ。はい、アンドロー。ドロー。チャージアンドドロー。センターにブーメランドラゴン。はい、2000。こっち。はい、デグイン。と2点。あ、2点、5000。5000、ちょうどやられた。6点。どうですか？あ、ちょっと待って、5000待って。手札捨てて8000にしました。うん、忍者だから、忍者捨てて8000。じゃあ、じゃあ、生きたね。もう手札ないから、もうでも。ドロー。いやー、イナズマ。じゃあチャージなしで、免許止水。あ、それ意外と強いですよ。
で巻物効果1枚入れてゲージ払ってワンドロー、弱い弱い、もう1枚の巻物効果1枚入れてワンドロー、それ、それまたやればいいじゃないですか。いや弱い、それもう一回やればいいじゃないですか。いやもう一旦一度ずつしか使わない、エンドです。あ分かった、これ負け確だ。どういうやつなんですか。これ DM 詳しくないわ。チャージアンドドロー、じゃあわらわら行って、ちょっと待ってね、アタックフェーズ開始、アタックフェーズ開始、こいつをヘビニラにする。よっしゃ強くない。じゃあ2点受ける。死んだこれヘビニラも効くね。でもけどダダン、ダダン、でも手札1枚まで追い詰めたか。あーディオーデいっちゃった。これ引かなきゃダメだった、これを引かなきゃいけなかった。それ使っても破壊されませんよ。違う、あのアジをバウンスすればいい。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。